ええ、そうですね。もしかしてあいつこのまま。そこでブツブツ言ってるのはどこのドイツだい？あ、白術調整。ええ、問題ありません。ただ精気を多く消費してしまったため、調整に体の状態を整えてもらうのに少し時間が必要だったのです。カリオのやつ、昨日は元気にしてたよな。なんでまた急にあの方法で治療しなきゃいけなくなったんだ？私の最初の診断が間違っていました。カリオさんの患っている病は一つだけではありません。そのため精気を消費する速度も私の予想を上回っていたのです。なんだって？魔人の残滓で作られた毒以外にも病気にかかってたのか？というより、彼の侵されていた毒は最初からその身にある病を抑えるためのものでした。カリオさんは生まれつき珍しい心臓の病を患っていたんです。心脈をどうにか保護しなければ出血により意識を失う恐れや、ひどければ肺腑を損傷してしまう可能性もあったようです。彼にとって魔人の残滓は毒ではなく薬だったのでしょう。もしその薬がなければ彼は何年も前に死んでただろうね。ですが毒を持って毒を制すのもその場しのぎの解決策に過ぎません。時間が経てば毒物は彼の心脈へと溜まっていき、彼の意識に害を及ぼすことになります。それに長期的に毒を用いればカリオさんの体内に抵抗力が生まれ、薬の効果も薄れていきます。彼を延命させるために姉弟子は薬を作り続けなければなりません。それじゃあ最初にアコが言ってたカリオの容体が悪化して氷が薬を取りに行ったっていうのはそういうことだったのか？魔人の残滓は極めて悪質で一般人が耐えられるものではありません。ただの人間の体でそう頻繁に触れれば、おそらくあの仙人様が言っていたようにカリオさんの命を救うため、姉弟子は自分の安否も何もかも全て捨てていたのかもしれません。まさか氷までも同じ道を歩んでしまうとは。これが宿命なんだろうか。人を救うために自分を傷つけることも辞さない、人の力では起こせない奇跡のためにいかなる代償を払ってでも人間離れした力を追い求める。現時点で宿命という言葉を用いるのはいささか早すぎるのではありませんか。カリオさんの容体はなんとか安定しました。当面の急務は警察層に戻って姉弟子を探すことです。魔人の残滓と何度も接触したことで姉弟子自身の体にも大きな害を及ぼしていると思われます。それに数日前から行方不明になっているということはすでに最悪の事態が起こっている可能性もあります。俺だ、白先生、旅人。カリオ、お前もしかして全部聞いてたのか？白先生、俺も連れて行ってくれ。白先生は俺たち一家のためにあまりに多くのことをしてくれた。先生が氷のために危険を冒す姿をもうこれ以上黙って見てられない。それに氷は俺のせいで危ない目に遭ってるんだ。俺に彼女を救う力がないのは分かっちゃいるが、せめて道案内くらいはさせてくれ。思い出せるはずだ、氷がいつもどこに薬を取りに行っていたのか、いつもどこで俺に別れを告げるのか。思い出せ。くそ。ちょっとちょっと、気血のバランスが崩れればあんたの心脈が傷つく。今はここに残ってた方がいい。ダメだ、急いで
行かないと。俺がこれらのことをまた忘れてしまう前に。この旅には様々な危険がつきまといます。七に赴く覚悟はありますか？俺は何年も前に死ぬはずの人間だった。今さら何が怖いという。俺はただ氷を見つける前にもう一度彼女のことを忘れてしまうのが怖いんだ。それなら私についてきてください。白先生、またお出かけ？ええ、少し遠出をしてきます。ナナ、いつものあの薬を用意してくれませんか？霧うつろの花粉を加えてから薬棚の3段目と5段目にあるものを入れてください。聞くといいのですが。白先生、それって？さあ行きなさい。また火傷しないようにちゃんと注意してくださいね。わかった。みんな、いってらっしゃい。あの日、道を見失った時と同じ感覚だ。体の中にある何かが俺をどこかに連れて行こうとしている。本体の影響が次第に強くなっています。距離が近くなったからか、それとも漏出がより悪化しているからか。カリオさん、具体的な方向は分かりますか？おそらくこっちだ。この方向だと思う。心臓がかすかにうずく。方向は間違ってない。この場所、前も来たことがあるようだ。この場所に漂う不吉な気配、私にも感じられます。ここには少し覚えがある。カリオ、大丈夫か？オイラたちが降りて探してくるから、お前はここで少し休んでていいぞ。
ダメだ、氷がまだ俺を待ってる。早く出発しよう。お前のその様子からして本体のありかはもう心当たりがあるようだな。そうか、ならいい。妖魔に関わることだからな、我が無視するわけにはいかぬ。それにかすかに感じるんだ、妖魔の気配が育つのは。お前が何をするにせよ早々にことを済ませた方がいい。仙人が手を出すことになればその結果は人の望むものになるとは限らない。ここの採掘跡は荒くてかなり古い、盗賊が掘った洞窟のようだ。盗賊が掘った洞窟？そういえば確かこの辺りにはお宝に関する伝説があったよな。もしかして宝刀団の奴らが掘ったものか？周りに散らばっている道具を見たところその可能性はありますね。でもなぜ彼らは道具も片付けずこのように荒れるほど放置したのでしょうか。思い出した、氷は俺をここに連れてきたことがある。洞窟の中で俺を救う方法を見つけたと。だがその方法を使って俺はなんで思い出せないんだ。くそ、無理しないでください。まずは先に進みましょう。毒になり得ます。風の行く先を。全部丸み。仕方をよく分かってるみたいだな。
香炉の中で焚いていたのは魔物を追い払うためのお香のようです。魔物を追い払う？でもついさっきオイラたちは魔物の群れに遭遇しただろう。お香は何日も前に燃え尽きています。私たちが出会った魔物はおそらくより深いところにいる何かに引き寄せられてきたのでしょう。この洞窟を掘った宝刀団も奥であれに遭遇したから慌ててこの洞窟を捨てて逃げたんだと思います。その後姉弟子はこの場所を見つけ、あれをカリオさんの命を救う頼みの綱とした。そうだ、この航路、この航路は氷のだ。間違いない、ここで合ってる。ここで氷に頼んで俺は飲むことに。カリオ、大丈夫だ、引き続き先に進もう。感じるんだ、氷はこの下で俺を待ってる。もうかなり近い。氷と約束をしたのはこの先だ。どうやらこの装置から放出されるエネルギーは障壁を解除できるだけでなく、対応する装置を通して伝達させることもできるようですね。これは利用できるかもしれません。
難攻不落。盤石。治療しないとな。難攻不落。風の赴くままに。薬も毒になり得ます。盤石。風を知れ。よっ、はっ。難攻不落。揺らぐことなし。それ。あ、コーリン。おい、気をつけろ。あいつの周りに魔
魔人の残滓に引き寄せられたようです。後ろはあなたに任せます。剣女盤石、命の重みを知りなさい。難攻不落、風の赴くままに。あれあれ、ようやくは口に見えます。風の行く先を。剣女盤石、風を知れ。白先生、どうだ、氷の様子は。まだ脈はありますが、決して楽観できる状態とは言えませんね。あなたの体にある毒素と同じで、ここに根を張っている魔人の残滓がすでに彼女の意識を侵食しています。早く取り除かないと、たとえ一命を取り留めることができても再び目を覚ますのは難しいでしょう。それじゃあさっさと魔人の残滓を取り除こうぜ。そんな単純な話じゃない。白術が前に言ってたことはまだ覚えてるか。カリョウの体にある毒はここの魔人の残滓と関係してる。魔人の残滓を取り除けば彼の体にある毒も効かなくなるだろう。カリョウの体にある毒って心臓の病気を抑えるためのものなんだよな。それが効かなくなったら、まさか。そう、ここの魔人の残滓を取り除いたら、あなたの命も尽きてしまいます。やっぱりそうなるのか。ちょっと待ってって、オイラたちがここまで苦労してきたのはカリョウの病気を治すためだろ。そんな白術、お前って物知りだし、きっと他にも方法があるんじゃないか。そうだよな。この毒を飲み続けることでもう少し時間を稼ぐのも一つの方法です。姉弟子の方は他に手がないか考えましょう。氷のこの様子だと、おそらく気絶するまでずっとあんたのために薬を作ってたんだろう。もしかしたら彼女もそれを望んでるかもしれない。白先生、正直に言ってくれ、氷はあとどれくらい持つんだ。魔人の残滓はすでに肺腑に侵入しています。通常なら長くても3日くらいでしょう。ですが、もし私が秘宝を使って治療すれば。でもそれに何の意味がある。白先生、ここに来る前に俺は魔人の残滓の危険性について人から聞いた。こんなもので命をつないでいる限り、氷は危険を顧みず俺のために薬を作り続ける。それにもしいつか魔人の残滓が暴走したら、周りに影響を及ぼし氷とアコまで傷つけてしまうかもしれない。どうせ俺は十数年も前に死ぬはずの人間だったんだ。今日まで生きることができたのも、アコが大きくなるのを見届けることができたのも、まさに元王帝君のご加護のおかげさ。もし引き換えに氷の命が助かるなら、俺はカリオ。やはり去るべき時にこの世を去らなければ、人はどんどん欲が出てきてしまうものなんだな。白先生、旅人、もう少し時間をくれないか。氷をもう少し見ていたいんだ。一目だけでいいから。わかりました。ありがとう。すまない。みんなの恩には来世で報いることになりそうだ。カリオ、白術、調整、
本当にお前らでもどうしようもないのか。一般的な手段はもうすでに姉弟子がここ数年で全て試しているでしょう。他の方法は私にもあまり自信がありません。生老病死、そもそもそれは人間にとって逃れられない宿命だ。もし命を簡単に救う方法があれば、氷も人でないものに助けを求める必要なんてなかっただろう。そんな、氷が苦労してカリオを救ったのに、今度はカリオが氷を救うために自分を犠牲にするなんて、こんなの一体何の意味があるんだよ。やっぱり生理死別にはなれませんね。何度見届けたとしても。人間にはいずれ別れが訪れる。価値のある死を選んだのならそれはいい結末なんじゃないか。少なくともあんたの師匠たちもそう思ってた。師匠たちの選択は確かに感銘を受けるものでした。しかし価値のある死を選んだ人たちは往々にして行くべきではなかった命です。あの時俺たちは約束したよな。アコが大きくなって薬を取るのを手伝えるようになったら俺をあの世に旅立たせるって。ほら今あの子は俺をリーウェコーの医者のところまで連れて行けるほど大きく育った。お前を探すために依頼も出してくれたんだ。たとえ俺がいなくなってもお前たち二人は元気にやっていけるよな。もう十分だ。どうかあの世へ送ってくれ。ええ。あなたの意識も記憶も侵食されていく。最後には死んでいるのと変わらなくなる。使ってくれ。そうすれば少なくとも俺はお前たちを守り、アコが大きくなるのを見届けることができる。大丈夫、心配しないで。母さんは今から薬を取りに行ってくる。私たち家族は誰一人として欠けさせないから、はあ、こんな時になんでこんなことを思い出すんだろうな。人っていうのは長く生きれば生きるほど欲張りになってしまうみたいだ。もう一度お前の声が聞きたいな。よう、カリオ、カリオ、カリオ、父さん、目が覚めた？コウリ、アコ、俺はもう、これは生き返った気分はどうだ？もし気分が悪かったり違和感があったりしましたら詳しく話してください。白先生、俺は確かに確かにあなたは一度死にました。今のあなたは人間というよりキョンシーに近い存在です。キョンシー、
そう、出発する前に不死の薬を用意するようナナに頼んでおいたのです。あなたの体を生と死の狭間で維持させるためにね。ただ本物の戦火の術にはまだまだ及びません。あなたの寿命を少し伸ばせる程度でしょう。それが具体的に何日何ヶ月何年なのかは、これを機に私も少し観察してみたいと思います。でもそれがどれくらいであろうと、あなたがちゃんと別れを告げて安心して旅立つには十分だと思います。フー同士はこれに納得していただけるでしょうか。不死の薬って、あなた一体裏でどんだけ研究したの？こんなものまで作れるなんて。名ばかりの未完成品にすぎません。もしカリオさんの意志が強くなければ薬もあまり効かなかったはずです。私はあくまで一介の医者、精子の循環や陰陽平衡といった道理を私は理解していません。私が知っているのは、目の前に救われるべき命が存在する以上、それを救わない理由はないということだけです。それに私たちが出発する前にカリオさんに道案内をするよう頼んだのは、他でもなくフー同士本人ではありませんか。うっ、やっぱりバレてたんだ。フー同士がわざわざ手配してくれていなければ、そう簡単に姉弟子は見つけられなかったでしょう。道理で不死の薬の話をあの時してなかったわけだ。あんな状況だっていうのに、それでも私を警戒してたなんて。フー同士に勝手なことを言わないよう口止めされてたんだが、やはり白先生には隠し通せなかったか。私の鼻を舐めるなよ。私はただ行方不明になった家族のことをずっと気にかけてるカリオを見て、その心残りを晴らし、早く旅立てるよう手助けしてあげたかったんだよね。もし未練があって旅立てなかったら、手を差し伸べて彼岸へと送ってあげる必要があるからさ。けど、まさかその商売を不袋に邪魔されるなんてね。まあいいや、この注文は延期になったってことで。はあ、ナナちゃんだけでも頭を悩ませてたのに、もう一人増えるとは。こんなことになるなら最初から彼を王女堂に連れて行ってればよかった。僕、白先生や母さんよりもすごいクス師になって、父さんの病気を治してみせるよ。だからお姉さん、もう父さんのことはほっといて。おやおや、王城堂の商売を邪魔しようとする人は大勢いるんだよ。雲来の海が2つあっても入りきらないほどにね。だからあなたもぜひ頑張ってみてちょうだい。旅人パイマン、そんじゃまた今度ね。ふう、やっといなくなった。これで一段落ついたな。せっかく再会できたんだし、何かした方がいいんじゃないか。こんな時は美味しい料理を作ってお祝いしなくちゃな。前に氷とアコの二人と卓を囲んで話したのは、まるで前世でのことのようだ。おお、それは楽しみだぜ。それじゃあまずは市場に行って一番新鮮な食材を選ぶぞ。出発出発。お兄さん、僕も手伝うよ。白術、今回は本当にありがとう。氷さん、とんでもありません。私はただ自分のすべきことをしたまでです。すべきことか。白術、長生、もしよかったら外で昔話でもしない？あなた、半分教師になったばっかり。これから
いくつか気をつけないといけない。先輩、お聞かせください。1つ目、忘れないで、柔軟体操。2つ目、忘れないで。はい、何をでしょう。忘れた。氷が私たちを待ってる。彼女と話そう。谷で別れてからいつの間にかもうこんなに経ってたんだ。長生は昔と同じで全然変わってないね。あんたは随分と変わったけどね。そうね、あの時の私はこんな日が来るなんて想像もしてなかったでしょう。それと白日、あなたがこんな風になってることもね。あなたの不死の薬を見たけど、私の作った毒と薬理が少し似てたわ。毒素を持って生前の状態を維持する、妙妙たる発想と言わざるを得ません。まさか氷さんは私が勝手に真似したことを責めるつもりじゃありませんよね。そんなことないわ。あなたの素質ならたとえ前例がなくとも自力でそのうち作れてたでしょう。けどあなたが狩猟に会ってからたった数日しか経っていない。なのにあの毒をここまで深く研究するなんて、しかも元の処方に改良まで加えてある。これは素質だけで説明できるものじゃない。白術、本当のことを教えて。あなた自分で毒を試したの？だから長く隠し通せないって言っただろ。長生との契約で転移できるのは正規だけではないのね。やはり氷さんには見抜かれてしまいましたか。その通りです。長生の秘宝は正規だけでなく毒素や病も転移させることができます。2回目の治療で狩猟さんから自分に一部の毒素を転移させました。これは彼の負担を軽くするためでもありますし、その毒性を深く研究するためでもあります。もちろん残っていた毒は全て魔人の残滓と共に消えていますので、氷さんが心配する必要はありません。危険すぎる。もしあの時魔人の残滓を取り除けていなかったら、あなたの体も私にそれをとやかく言う資格はないか。当時私が指紋を離れて姿を消したのは、狩猟を治療するために余命わずかな師匠の寿命をこれ以上削らせたくなかったからなの。けどまさか最終的には私も同じように自分の命と引き換えに狩猟を救う道を選んで危険を冒して毒を作るなんてね。しかもあなたは自分で毒を試すときた。どいつもこいつも師匠たちと同じ道を歩んでるってわけね。これが私たち一脈の宿命なのかな。人を救う執念ゆえに短命で、生死に逆らう奇跡に執着する。それはもう抜け出せないくらいに。宿命という言葉は医者の口から出るべきものではありませんよ。白術、私にはお見通しよ。ここ数年であなたは契約を使って自分の体にたくさんの病と毒を転移させてきたでしょ。その中の多くは私でもよくわからないものだわ。
あなた、まだ引き返せるわけ？氷さん、あなたは分かっているはずです。私たち一脈は皆こういう性格なのだと。時間だよ。お兄さんがたくさん料理を教えてくれたんだ。父さんでも味がわかるって。母さんも食べてみてよ。ええ、わかった、今行くから。ちょっと、あまり早く走らないの。白術、あなたを説得できないのはわかってるけど、忘れないで。もしあなたがいなくなったら、ナナもケイもあなたの親しい友人たちはみんなあなたのために悲しむのよ。そう心配しないでください。私にもそれくらい分かっていますから。はぁ、だといいけど。白術、さっき氷があなたがいなくなったらって言ってたけど、あれってどういう意味なんだ？お前大丈夫なんだよな？彼らの師匠を含めて私の歴代の契約者はみんな短命で一生を終えている。そんな長生、お前って人の寿命を伸ばせるんじゃなかったのかよ。これはとてもとても長い話になります。かつて疫病が流行りすとき、世の苦しみを根絶せんと一人のクス氏が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは生気を使い果たしたクス氏であった。こと切れる前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の死が選んだ道とこれから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは人をのみて活をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うためにもう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は
調整と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度もいくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ？答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻り、ゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら、手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には気質も含まれてる。歴代の契約者は誰もが詩純な気質を持ってた。しかしこの秘宝を得た者が善人であればあるほど、常人よりも生死に逆らう奇跡に惹かれやすい。自分に待ち受ける運命を彼らは誰よりも分かっている。それなのに数多の人々の悲鳴、それから血縁者や親友の生老病死を前にした時、彼らは人間離れした力を行使してしまいます。まるで飛んで火にいろうとする蛾のように、一切皆苦の長い夜に生死を超越する希望を追い求めてしまうのです。それじゃあ白術、お前も私はそうですね、光を追い求めつつも火傷はしたくないガトでも言いましょうか。長生の秘宝はあくまで病を転移させるだけ、世の苦しみを減らすことはできません。まさにカリオさんが氷さんの危篤状態に慌て、氷さんがカリオさんの犠牲を悲しんでいたのと同じようにです。理想のため命を捧げた師匠たちのことは尊敬しています。ですが私は彼らと同じになるつもりはありませんし、この契約を後代に受け継ぐことも望んでいません。え、でもお前は自分に病気をたくさん転移させてきたんだろう。毒とは何でしょうか、病とは何でしょう。そもそもどれも体に影響を与える一種の仕組みではありませんか。平常と異なる状態が病と呼ばれるのなら、不死の薬も一種の毒ではないでしょうか。百毒と百病を全て研究し尽くし、不死の境地に至る。一般人から見ればそれは自然の摂理に背くことかもしれません。ただ私にとってこれは先人たちが百草をなめ百病を克服したのとあまり変わりがないように思います。私の後に続く人たちが契約により短命で終わることも、長生が契約を失って亡くなることも望みません。なら答えは一つしか残っていないのではありませんか。その通り、私は最後の契約者になり、この契約の継承をここで終わらせるつもりです。真の不死はかつて魔人たちでさえも手に入らなかった。人を救い、自分を救って、天津さえこの私までも救おうとするとは本当に欲張りだ欲がないものは果たして人間なんでしょうか。ろうそくの火を恐れながらも光に憧れる、こんな利己主義の側、月へ飛んでいくしかありませんね。ああ、お前ってやつはなんて言ったらいいのか。白先生、お兄さん、みんな何の話をしてるの。ご飯の時間だよ。それと長生にパイモンもココナッツミルク飲みに来ていい。
事の方が大事だしな。他のことはお腹がいっぱいになってから考えようぜ。ふう、たまにパイモンが羨ましくなる。腹を満たすだけで満足できるんだから私たち人間が人生に執着してしまうのはまさにそのような些細な幸せがあるからではありませんか。